赤石市長選で初当選した丸谷佐渡子市長が今日初登庁し市民のために市政を運営していきたいと抱負を語りました午前9時ごろ赤市市の丸谷佐渡子市長は市民や職員らおよそ100人に迎えられる中市役所に初めて登庁し横田修士副市長から花束を受け取りました丸谷市長は 先月行われた赤市市長選に市議への暴言問題の責任を取り退任した泉久保前市長から後継指名を受けて立候補し初当選しました今日は初登庁の後会見を開き議会との関係について丁寧に話をして進めていきたいと述べ職員と一緒にチーム赤市として市政を運営していきたいと抱負を語りました課題は そういうピンチと思われるものは必ずチャンスの種になるというふうに思っていますのでそういう姿勢は崩さずにみんなの市長として頑張っていいきたいという丸谷市長は子育てなどの課題について地域の人たちと話し合うタウンミーティングを今月末から始めることやこれまでの市長への意見箱を市長への手紙に改めるなど市民目線でのまちづくりを進めていきたいと話していました。